感謝の心に花が咲き、平の心に花が散る、言葉を紹介をして、先日6月の5日の日に大般若というお参りがありました。何人かの方からお参りをいただきましてありがとうございました。大般若という法要はご存知のように、祈祷法要でございますが、同日もう一つ瀬垣供養という法要を行いました。瀬垣というのは垣に施すというふうに書くわけですけれども、そうするとうちの先祖が垣になっているのかという誤解を招きかねないというようなことから、最近ではその瀬垣供養を瀬磁器供養、磁器を施すというふうに書いて瀬磁器供養というふうに読むことが多くなっているようでありますが、私は瀬垣供養で何ら悪いことはないというふうに思っています。供養をしてもらえない仏を垣というんですね。この瀬垣供養のありがたいところは、尊を等しく助くといって、生きているものも亡くなった方々も等しく救われる、施しをした私たちも施しを受けた奨励もどちらも救われるといったところが、この瀬垣供養のありがたいところであります。皆さん、布施というとお坊さんに差し上げるお金を思い浮かべることと思います。布施の語源はダーナと言います。ご主人のことを旦那様と言ったり、また老舗のご主人を旦那様と言ったりしますけれども、この旦那様というのは、このダーナ、布施というところから来ているというふうに言われます。したがって旦那様というのは布施をする人という意味です。このように布施というと、またまたお金の話かというふうに身構えてしまいますけれども、布施というその言葉を贈り物というふうに言い換えれば、その感じ方もいくらか楽になる、ハードルが下がるのではないでしょうか。奥さんが、またおばあちゃんが、また時にはご主人が、子供や家族のために食事の用意をするのも立派なダーナ、贈り物です。そしてダーナは功徳を積むというふうに言われます。お釈迦様の教えに無罪の七世というのがあります。
お金がなくてもいつでも誰でもできる店のことです。その中に和願瀬というものがあります。これは笑顔のお布施です。笑顔とは相手も自分も幸せを感じるそうでございます。どんどんとダーナ、贈り物をして功徳を積んでみんなで幸せになるように頑張りましょう。感謝の心に花が咲き、不幸の不平の心に花が散る、こんな言葉もあるようでございます。同じ一日を過ごすのであれば、ああだこうだと不平不満を述べながら一日を暮らすよりも、一つ一つに感謝をしながら一日を過ごす、感謝の心に花が咲き、不平の心に花が散る、こんな言葉を紹介をして、お話を終わりにいたします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンお願いいたします。お悩み相談も随時行っておりますので、コメント欄または SNS の DM で連絡お待ちしております。クボンジのホームページでウェブ談話の登録もお願いいたします。